もらえるもんはもらっとけい。何なのでしょう、これは。俺は芸術に縁遠い人間なのでよくわかりませんが、きっと大した意味なんてないから気にしなくていいっすよ。適当に作ってたら信者が持ち上げるんでしょう。くだらないっす。金先輩、ここに来てから結構毒吐くよね。それが本性？何が言いたいの？いや、いつもののらりくらりよりもそっちの方が好みってだけ。そりゃ光栄だ。キイちゃん、のと銀が好きなの？いやいや、見る目ない見る目ないない。俺の方がめっちゃイケてない？男前じゃね？そういう意味じゃないし、そういう意味で言うと小鳩先輩が一番ない。はぁ、ムカつく。絶対ムー君ぶっ殺すわ。四つ当たりじゃないですか。小鳩ちゃんが入ると急に賑やかになるね。ゆうちゃん、バグのみんな、僕のファンミーティングへようこそ。ふっふっふ、作戦通りすぎて思わず笑っちゃうよね。バグがこんな数いるなんて意外だったけど、安心して、この子はただ眠ってもらってるだけさ。むやみに傷つけたりなんてしないよ。おい、下っ端、ごたくはいい。さっさとマリエを解放してまがい者の居場所を吐け。ああ、君が噂のバーチャドール、会ってみたかったんだ。でも残念だ。ミュウはアーティスティックだったけど君はイマイチだ。リグレットの方がコスモ感じるね。ああ、何言ってるかわからんが侮辱してるな。おお、怖い怖い。そうそう、ここの前の廊下にあった僕の傑作見てくれた？君、あれの作品タイトル当ててみて。ブッブー、はず。というわけで、君たちバグの存在を知ってから宇宙からのインスピレーションが降ってきてさ、一気に出来上がっちゃったよ。お気に入り。
君たちを処分し終えることで真の意味で完成するわけ。リドゥにあだなすバグを倒した僕の新作さ。いやー、また人気出ちゃうな。いやいや無理でしょ。あんな子供騙しで騙される客ばっかじゃないって。なめんなよ。誰君、ただの凡人から何言われたって刺さんないんだけど。まあ仕方ないね。僕のアートを楽しめるレベルにいないだけだよ。あー、かわいそうかわいそう。人生9割損してるね。返答が予想通りすぎるぜ。適当やってアートって言葉を盾に理解できない方が悪いってか。奇人変人ぶってりゃ評価から逃れられんだから楽なもんだよな。うわきつー。のときんいつもあんなの？ううん、いつも本当に優しい子だよ。何か許せないものがあるんだろうね。口喧嘩上手だねお兄さん。ちょっとムカッときた。君がなんて言おうと僕は奇才で天才だと世間に認められてる。君みたいなアンチがなんて言おうと、はるかに多くの人間が僕を支持している。女の子にもモテモテ。何不自由ない。その点君は何？現実でも後悔まみれ、夢の世界のはずのリドゥでも不満たらたら。それ以上何か語る必要ある？最高の気分なんだけど。ま、最高だわな、ソラ。現実じゃいっぱい理不尽なことがあってさ、やってられないことばっかりあんだけどさ、それでも生きるしかないからさ、みんな必死に抗ってんだわ。うん。安全で無条件に自分を肯定してくれる人間周りに集めて、無様でも必死に生きている人間にマウント取って見下してやがる。それでも他人に否定されるのが怖くて、アートだの宇宙人だので散々予防線張ってんだろ。とんだ裸の王様だ。黙れよ。こんなとこに来てるんだ。お前らだって変わらねえだろ。自分のこと棚にあげて偉そうな口聞くんじゃねえ。お前らがリドゥ使ってうまいこと甘い汁吸えなかったからうだうだ文句言ってるだけだろうが。バカども、本物も偽物もわからねえんだよ。俺が偽物だろうと成功してる方が勝ちだ。お前の言ってることなんて全部負け犬の遠吠えなんだよ。そうかもしれないね。光栄に思いなよ。僕の個展をこんなにも近くで見られるんだからさ。笑わせんな。ただでも見たくねえよ。みんなを守らなくちゃ。任せとけ。手加減はしない。芸術を返さない奴らにお仕置きだ。キリスト君、全力で行く。よりより風つつ、とりあえずこのまま夢に残しておこう。そばで君がいてもいなくても溢れるから、不思議宇宙はただあるだけ。何も変わってないの知って、胸だけでショーナルフォーユー。反対が見ててもウィットに飛び始めて。
君の力。僕の番だな。さあ、行くよ。力を大物に。手加減はしない。オーケーチェッケラー。負ける気がしない。なんだかポカポカする。ちょっとテンション上がってきた。スロットルで行くぜ。スロットルで行くぜ。めんどくさ。芸術を返さないやつらにお仕置きだ。負ける気がしない。守らなくちゃ。
力でいく。見たかよ。コスモの力を思い知れ。手加減はしない。僕の番だな。何度でも何度でも見失って揺り戻されるよ。曖昧な約束だ。コスモの力が本当に力を。僕を笑ってられるのも今のうちだ。全力でいく。任せとけ。手加減はしない。コスモの力が僕に。僕の番だな。まだまだ全力でいく。切り捨てごめん。任せとけ。手加減はしない。さあ行くよ。しないと。揺り戻されるよ。曖昧な約束だったかもしれないし、知る由もないんだ。切り捨てごめん。全力でいく。
術を返さない奴らにお仕置きだ。僕の番だな。さ、行くよ。みんなを守らなくちゃ。私を倒してからにして。獅子を重ねて自己愛の狩りまた。これからの僕の姿勢。マリエちゃん、しっかり、大丈夫？あ、皆さん、はい、なんとか大丈夫です。ちょっと頭がぼーっとしてるだけで。どうだよ、見下してた一般人にやられる気分は。くそ！何が悪いってんだよ。やり直せるんだぞ。好き放題やるだろ。お前だって小さい時宇宙飛行士になりたかったろ。天才芸術家になりたかったろ。でもそんな叶うか分かんないもんに人生かけられないだろう。そうよね。妥協しまくって生きてく中で、もしあん時本気で目指してたらって思うだろうよ。それが叶うっつうんだから、やるだろ。宇宙飛行士も芸術家もさ、努力して叶う時点で僕からすりゃ現実的だよ。はあ？悪かったね、半分八つ当たりだったよ。くそ、僕はリドゥでは勝たなきゃいけないんだ。現実でもここでも負け犬なんてありえない。認めない、認められない。お前まだ。せめてお前らの正体をブラフマンさんに報告してやる。これでお前らもおしまい。記憶消去パンチ。必殺記憶消去パンチ。リドゥ住人のデータに直接介入し、衝撃でここ数日の記憶を曖昧にする秘技である。なんだか白目向いてるけど大丈夫なの？ちなみにこの新機能はパンドラを倒したことで解放されたものだ。こんなに早く使う機会が訪れるとはな。便利だけど超怖い。け、人の記憶とか大事なもんを勝手に触りやがって、物扱いじゃねえか。だからムカつくんだよお前らは。何があった？どちら様？シー、きっとこいつがブラフマンだ。黙ってろ、キーが代わりに話す。どうした？返事をしろ、イエナガ。貴様が学士の親玉ブラフマンだな。キーはバーチャドールのキーである。こっちの映像は見えてないみたいね。キー、そうか、ミューの君がバグか。こうして話せて嬉しいよ。なるほど、つまりイエナガはバグに返り討ちにあったか。彼のことは煮るなり焼くなり拷問するなり好きにするといい。それが勝者の権利というものだ。もっとも彼はどうせ大したことは知らんがね。お前らは何が目的なんだ？メビウスの悲劇を繰り返す気なのか？というか一体リグレットは何だ？どこから出てきた？メビウスの悲劇ね、よく知っているよ。僕に言わせればあれは女神が不完全だっただけだ。メビウス、リグレット様こそ新時代の女神。今度こそ完璧に理想郷を作ってみせるよ。お前たちバグがどれだけあがこうが無駄なこと、
リグレット様はミュウのように不完全な存在ではないのだ。母を愚弄するな、まがい者が。母とアリアちゃんと我こそが真のバーチャドールだ。ならば問おう、今貴様はどこにいる。このリドゥの存在こそが人々がリグレット様を肯定し求めた証拠、そして真のバーチャドールなどという貴様らのおごりの証拠だ。誰もが望んでこのリドゥへ足を踏み入れたのだ。そこにいる他のバグの連中もそうであろう。違うか、誰もが消し去りたい、捨て去りたい過去を持ち、やり直したいと願っているのだ。リグレット様の力は人々の祈りによって生まれし力だが、今のお前はどうだ。矮小な力しか扱えず、ミュウやアリアも干渉などできぬ。誰からも求められぬバーチャドールなど存在意義が皆無と言えよう。うるさい。それでもこんな世界を作るのは間違ってる。キーたちはもうそれを知ってるんだ。一ついいことを教えてやろう。ミュウもお前も不完全な存在。それは本当の人の心を理解せぬからだ。自覚はあるようだな。だがリグレット様は違う。誰よりも人の弱さに寄り添うことができる。そしてリグレット様はくだらぬ世界を礎に新世界を、後悔のない世界を作るのだ。僕はその世界の中心で笑顔で歌うリグレット様を見たい。邪魔になるなら貴様らを全力で潰す。キイたち帰宅部はお前らなんかには屈しない。帰宅部ね。さてメビウスのようにうまくいくかな。妄想の世界に君臨し新世界を名乗るとは滑稽な話ですね。ばやり直しの効く人生などどこにもありません。やり直しの効く人生に価値などありません。どんなに美しく精巧な世界であってもそれは作り物。目覚めたら終わる儚い夢に過ぎない。キーさんの言うことは正しいです。仮に現実にどんな地獄が待っていようと、作り物の世界にいる時間よりもずっと健全です。その声、まさか得意点。なんと厄介な。得意点？なんだそれ。何のことか分かりません。私のことを知ってるんですか？天吹マリエ、君は自分の現実がどんなものか思い出せないのだろう。なぜそれを。君は自分の言葉を後悔することになる。マリエ、ごめんなさい、我慢できなくてつい。いや、いい、嬉しかった。さすが敵の親玉、なかなかの威圧感でしたね。ブラフマンちゃん、マリエちゃんのこと知ってたみたい。何のことなのか私にも。彼はどうします、うん、ほっといていいんじゃない。記憶が飛んでるんなら情報が漏れるリスクもないし、あいつが言ってた通りなら特に情報も引き出せなさそう。あんまり成果なかったな。そんなことないよ、ブラフマンちゃんがどんな人か分かったし、コバトちゃんっていう部員も増えたし。いやいや、部員になってねえって。マリマリ無事だったわけだし、これっきり。だいたいあんなヤバそうなやつ相手にするの絶対ごめんだね。あの助けてくれてありがとうございました。まあたまに手伝ってあげてもいいけど。あ
俺ここで何してたんだっけ。ムー君のイベ見に来て。あれやば、もうこんな時間かよ、早く帰らねえと。私寝ちゃってた。あ、めっちゃワイヤー来てるし。あ、たたたたた、なんか頭痛いんだけど、なんだろうこれ。どうしてこんなところに。あれ、マナミたちどこ。おっと、あ、ごめんなさい。あれ、この前の。大丈夫です、すみません、ごめんなさい。ようこそ新しい世界へ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 。